が体マッサージをこう広めるとか、そういう目的の大会だったから、その役割をもらったと思って友達になったっていうのも、だから私が世界一うまいよとかそういうわけじゃ全然なくて、本当にそう思ってないし、だからシンプルに体マッサージが大好きで、こう広めたいなと思ってるので、せっかくこの結果をいただいたので、その結果を無駄にしないっていうことを考えたら、これからもなんかこういろいろ動画とか SNS とかそういうツールを使って、まだタイマッサージ知らない人に広めていって、なんかその動画きっかけでも、私のお店とかじゃなくても、その動画を見てちょっと近くのタイマッサージ駆け寄ってみましたっていう人が増えたら嬉しいなと思って、ね、その活動を頑張りたいと思います。素晴らしかった。本当に頑張ったね。ありがとうございます。若い人たちがどん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 ね、増えていって、体験もそうやし、で、タイマッサージができる人も増えて、で、日本でね、タイマッサージがどんどん広まっていけばね、健康な人もたくさん増えて、病気もなくなってね、免疫力も高くなって、そんな世界に早くね、戻したい、それの力にもね、ちょっとでもなれたらね、私たちも、すごく役割になるかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。頑張ったね。ありがとうございます。